笑いコンビ、爆笑問題の太田光、54、が14日深夜の TBS ラジオ、爆笑問題カーボーイ、火曜深夜1:00、で、新型コロナウイルスに感染したテレビ朝日の富川悠太アナウンサー、43、に同乗した。太田は、富川くんもかわいそうだよね、叩かれちゃってんだろ、と、38度の発熱後もテレ朝、報道ステーションの出演を続けたことに触れながら、批判的な意見には疑問し、病気になった人だよ。何もさ、誰だって、なりたくて、感染者になるわけじゃないんだから、と続けた。相方の田中裕二、55、が、そういう、異変を感じた、じわ勇気を持って休んでください、という声があることを紹介すると、太田は、休んでください、だろうけど。そりゃわかるけどさ、批判は、何も、後からさ、言えばいいじゃない、くん、君、って治ってからさ、と、今は批判する時ではないと主張。落ち込んでいるところに叩く、そんな人出なしみたいな感じになる。病気の人を攻撃するって、どうかと思うよ、俺。だって苦しんでんだよ、病気になって。犯罪者じゃないんだからさ。そういうのはちょっとどうなのかなと思うよ、と富川アナへのバッシングを批判した。